シーズン1ではお蔵入りのシーンとか、まあ、お蔵入りと言っていいのか、ちょっと泣いてみてもいいですか、ここでこんな芝居してみてもいいですかっていうことを挑戦もやってたりしたんですよ、綾部監督と。使われなくてもいいからどんどん挑戦しましょうよって、アイデアが出たら撮っていきましょうって、今フィルムじゃないんだしデジタルなんだからお願いして、そういうこともあったんですけども、早苗先生の寄りのカットだったんですけど、僕ら二人が給食を食べているっていうシーンを見てるっていうシーンだったんで、はい、映ってないところでもう給食持ってこうやって遊びに、はい、楽しかったな、はい、なんかシンクロしないといけないっていうシーンで、やっぱり天田先生は予想外な動きをしてきたので、多分シーズン1の初めの頃に撮ってたら僕は多分シンクロできなかったと思うんですよ。でもなんかその現場に馴染んできてだんだん慣れてきたから、あそこで、まあ、映ってはないですけど、なんか天田先生とシンクロできたのかなって思います。やったらついてきてくれるかなと思ったら、あ、大使一緒のことやってくれた映ってないからもう行っちゃえば何でもあるじゃないですか椅子から立っちゃってお盆持っちゃってメイキングでバッチリ本当に楽しかった。